観念は、プラトンに由来する後、イデアの近世哲学以降の用法に対する訳語で、何かあるものに関する、ひとまとまりの意識内容のこと。元来は、仏教用語。イデアは、何かあるものに関する、ひとまとまりの意識内容を指し、デカルトによって、近世哲学的な意味で再導入された。論者によって、厳密に言えば、定義は異なる。 プラトンのイデアは、客体的で、行相的な原型のことであるが、デカルトによって、認識が意識する主観の内的な問題として、捉え直されたため、イデアは、主観の意識内容となり、以降、この意味での用法のものを観念と訳している。日本では訳語に観念が当てられる。日本語の観念は、元来は、仏教用語であり、イデア以外の意味を持つ。 この客観的な外在としてのイデアから主観的な内在としての観念への移行は、ちょうどオブジェクトがそれまでの意識対象、意識内容として主観の内的な何かを意味していたものから外的な主観の対立物である客観対象へと移行し、サブジェクトが外的な期待、実体から主観的で内的な主体へと移行した変化に対応している。 ロックでは観念と物のそのものが区別される。ロックにとって物のそのものは観念の対応物でなく観念を引き起こす原因である。ヒュームでは観念と知覚印象が区別される。観念は論者によっては感覚的イメージだけを意味することもあり、また概念的で感覚的ではない観念を含むこともある。バークリーでは観念だけが実在であるとされ、 外的な物質の存在は否定される。仏教では、観念は、仏や浄土などを知恵によって、対象を正しく見極め、精神を集中して思い考えること。観仏三昧行等で進められている。感想とも言う。転じて一般には思いを凝らして、深く考えることによって正しい結論に思い至ること。ありがとうございます。